はい、皆さんこんにちは、レク専任講師の雲野です。今日はですね、令和4年度司法書士筆記試験にですね、見事合格、それも一発で合格された、田中さんを お招きいたしまして、今日はズームでこの四国と東京とをですね、ズームでつながせていただきまして、合格のですね、秘訣、ないしはこれから司法書士を目指す方へのメッセージをですね、いただきたいと思います。それでは一発合格された田中さん、どうぞ皆様これ聞いてくださっている方に簡単に自己紹介お願いしたいと思います。田中さんお願いします。はい、今年スタンダードプラスを受講しまして一発合格した田中と申します。よろしくお願いします。はい、本当におめでとうございます。田中さんは秋生というですね、15ヶ月合格コースの中で秋に始まって、はい、次の年の7月を目指すという、15ヶ月合格コーススタンダードプラスクラス、で学ばれたんですよね。はい、そうです。スタンダードプラスクラスはまず1回34回で全科目を一回しして、基礎を作ってから、はい、でその、春からですね、次の春から、今度は本論編というですね、全130回の、講義を受けていくというようなクラスになっているんですけれども、このスタンダードプラスは、レックでは私が7クラスの方を担当しているんですが、その田中さんがこうレックを選ばれた、初級クラスでレックを選ばれた理由、ないしはまたスタンダードプラスの方を選ばれた理由とかあれば、教えていただければなと思います。お願いします。はい、私がレックを選んだのは一応宅建士の実務者講習の方でレックさんにお世話になったので、それでレックさんを知ってまして、それでちょっと一番初めのきっかけはそれがきっかけになりました。で、一応他のところも説明は聞きに行ったんですけれども、一番の決め手になったのが、ここの高松本校の久保田さんっていう支店の方が、説明の時に、しっかりと、講座を受けてもしっかりと勉強してくださいということをおっしゃってくれたので、それで信用しても大丈夫かなということで、リクさんを選びました。で、スタンダードプラスを選んだのは、やはり二回しができるということで、自分が法律の初心者なので、やっぱり聞き取るというか全体をパッと見てから行きたいというのもありましたので、ちょっとスタンダードクラスを選ばせてもらいました。はい、ありがとうございます。田中さんはあれですか、それまで法律の勉強をしたことはありましたか？宅建でちょっとの勉強したぐらいです。はい、それじゃあその法学部とかご出身でいらっしゃいますか？はい、私は理系の方の工学部になります。ああ、理系でいらっしゃる。はい、そうするとなかなか理系の方にとって司法書士ってかなり遠い存在じゃないですか。なぜ司法書士を目指そうと思われましたか？目指そうと思ったのはやはりちょっと今の自分がこのままでいいのかなって思いもありまして、ちょっと自分の本当にやってみたいこと、ちょっと人生を変えてみたいと思ったので、で、宅建を勉強してその、司法書士さんの存在も知ることができて、それでちょっとネット見てなかなか厳しいは分かっとったんですけど、チャレンジしてみようかなと思いました。田中さんはお仕事はどうされていらっしゃいました？勉強中は。お仕事はずっともう通常通り続けておりました。通常通り。はい、いわゆる9時、6時とかの月金、そうです。普通の義務形態で。そうです。土日はお休みでいらっしゃいました？はい、土日は基本お休みでした。いやでもそうすると完全いわゆる兼業仕事をしながら勉強してたという状態ですよね。はい、はい、そうです。周りの勤務の同僚の方とかはご存知でしたか？知ってらっしゃる？ですね、一応うちの上長の方には一応試験を受けたこと話してましたので、はい、何人かには話してました。ああ、はい、でも普通にお仕事されながら、いやなかなか毎年いらっしゃるはいらっしゃるんですけど、ただ本当に一発合格の中でも、はい、働きながら一発合格の方ってなかなか本当に血が滲むような努力をされてきた方ばかりだと思うんですが、あれですか、直前期とかはどうされていらっしゃったんですか？直前期は私の方が海野先生の直前宅地絞り込み講座を受講しましたので、ちょっとそのスケジュールを実行するためにちょっとやっぱりどうしても時間が足りなかったので、ちょっと睡眠時間を削りまして、それ勉強時間を捻出しました。はい、さあ睡眠時間を、ね、削ると、言ってもなかなかね20代の若者なら、はい、失礼なこと申し訳ないんですが、なかなかじゃあ体力的にも結構ギリギリのところで
頑張ってらっしゃったような。そうですね、もう本当に、はい、ギリギリです。直前期の本当超直前期はお休みとかいただいたりしましたか？はい、一応超直前の本当の最後の直前の1週間はお休みを、お休みを、はい、いただきました。あ、それでもね本当に頑張りましたね。はい、毎年働きながらで1回で受かる方って、まあ、いらっしゃるはいらっしゃるんですけど、本当にも片手で収まるというか、はい、数少ない存在でいらっしゃるので、はいはい、田中さん本当に頑張られたんだと思います。ありがとうございます。それではね、まあ、多くのこれから始められる方が皆さんやっぱり、喉から手が出るほど欲しい、はい、まあ、一発合格っていう、その一発合格を果たされたこうなんか秘訣みたいなものがあれば教えていただきたいなと思うんですけど。じゃあもう私の方もオリジナルを出さずに、もその先生が作っていただいたスケジュールと、あと先生が講義中に、例えば民法セルフレクチャーの毎回2回前に戻ってやれとか、そんなアドバイスをも全て忠実に実行していった結果かなとは思います。なんか私は毎回科目が変わるたびごとに、その月のマンスリーカレンダーみたいなの出してたじゃないですか、はいはい、あれは結構参考にしていただいたような感じですか？はい、もう、あ、攻撃部費はあれをちゃんと聞いて、復習も あれに沿ってっていう形にしていきました。あ、それはありがたいですね。はい、今年私のクラスから1回で受かった方、皆さん同じようなやっぱりことをおっしゃって、はい、カレンダー通りにやってましたっていう方たちがほとんどだったんで、はい、じゃあ田中さんもそれ使っていただいたということで、はい、私としても自信になりますので本当に嬉しいです。直前期は、はい、どういう勉強されていらっしゃいました？直前期はもう直卓を毎日回していったのと、あとその先生が週に革新作2つと、あと復習って言うたスケジュールにのっとって、はい、やっていきおりました。じゃあもういわゆる直卓イコール直前卓一確保絞り込み講座ですよね、はい、あれを直前のじゃあ4月5月6月でやってらっしゃったような形、はいはい、直卓では毎日どの科目を何問やりましょうみたいなスケジュールを立てているんですけど、はい、じゃああれは可能な限り、はい、そうです、実践をされて、はい、なんか直卓には、スケジュールシートがあったじゃないですか、はい、あれ使ってたりしましたか？はい、あれは ずっと使ってました。今日持ってきていただいている教材の中になんか挟んであったりします？あ、ごめんなさい、今日。ああ、いや、いいですね。直卓のテキストはなんかこう持ってきていただいているっていうふうに伺って、はい、直卓のテキストは一応、文法の方を持ってきます。お、でもなんか分厚くなってますね。間に挟んで。間に挟んで。はい、挟んで。じゃあもう本当に私のアドバイスした通りやっていただいたようなんですね。はい、そうです。もうスケジュールとかはじゃあなんかこう別のスケジュールを組んで何か自分でこう工夫されたことはありますか？はい、一応過去の一発合格の方がパソコンで作られてたので、一応まあ言えますか、こんな形でちょっとやめました。すごいですね。赤字で残り3ヶ月全力で、はい、なんて書いてありますね。自分をじゃあもう一日今日はこれをやる、次の日はこれをやるっていうことも、はい、決めてらっしゃった。はい、ちゃんと決めてはやっていきました。ね、多分机に向かわれて何を勉強しようかななんて やってるようじゃ直前期はダメだよなんてことが言ってると思うんですけど、はい、じゃあもう本当にそれに従って勉強されていらっしゃったような、はい、あ、それはもう勝因だったと思います、ね、で直前期一発合格の方なかなか直前期4月5月6月の答練ですとか公開もして点数が伸びないって、はい、っていうのが悩まれるんですけど、はい、点数的には点数というか、ま、成績判定的にはどれぐらい取ってらっしゃいました？1回だけ B を取っただけで、あとは C と D でした。レックだと今ファイナル答練だと一番いいのが A 判定で、はい、公開模試だと A のさらに上の S 判定っていうのも あるんですけど、はい、その S 判定とかは取れたりしました？いえ、してない。じゃあもう、はい、ファイナルトーレンの時はもう C とか、まあ、よくて B。はい、ファイナルトーレン1回だけ B が。1回だけ B。はい、で公開模試は後ろに4回あるんですけど、その公開模試でも一番よくて、はい、C です。C。ああ、じゃあもう公開、最後の公開模試が終わられてからもうぐわーって伸びたんですね。そう、ありがとうございます。ぐわーって伸びられたなと、はい、本当に一発合格者が取るべき王道コースを取られたんじゃないかなと思いますけど、ね、本当に最後の模試が終わられた2週間にぐわっと伸びられて、多分飛ぶ鳥落とす勢いで本試験に臨まれたんだと、ね、で結果本試験では、70問中30問お取りあ30 32問と28問、はい、そうです、はい、
60問取られて、いやもうあれですね、もうどこへ出してもあれですね、もう本当に申し分ない成績を収められて、はい、じゃああれですか、これからはどのようにこうご自分の、司法書士としての人生を送っていこうと思っていらっしゃいますか。そうですね、ちょっとまだちょっと具体的にはまだはっきり分かってないんですけど、うん、まあ、ちょっとどこかな、一度ちょっと勉強のためにお勤めしてから将来的に独立したいなとは考えております。ね、もう今司法書士が本当に売り手市場なんで、はい、四国にお住まいだということで、はい、まあ、四国の状況は私がそこまで詳しくないんですが、でも、はい、いい事務所にね巡り合って、はい、本当に実務をぜひしっかり学んで、はい、ね、司法書士として自分の事務所を持っていっていただきたいなというふうに思います。また四国に私の教え子が一人増えましたって嬉しい限りなんですけど、あれですか、ではこれからの司法書士を、まあ、目指そうと思われる方、ちょうど今これ2024年向けのその15ヶ月合格コースのスタンダードプラスクラスが始まったばかりなんですよ、はい、で、そういったこともありまして、そう、先輩としてこれから司法書士を目指す方へぜひメッセージしていただければなと思います。勉強方法とか、勉強方法でもいいですし、なんかこう、はい、ね、こういう方になってほしいとか、こういうふうにした方がいいとかあれば、ちょっとこういうふうにした方がいいまでちょっと言えないんですけど、まあ、勉強方法として、まあ、いろいろ途中で不安になったりすることはあると思うんですけど、まあ、先生、この講義講座を受けるんだったら先生の作っていただいたスケジュールをもとにしっかりと毎日進んでいけば必ず合格に近づけるとは思いますので、まあ、コツコツと頑張ってもらったらとは、頑張ってくださいと思います。すいません。はい、はい、ありがとうございます。はい、田中さんがね、働きながらで理系で、はい、そして宅建は持っていらっしゃったとはいえ、まあ、法学部ではなくて、で、はい、始められて1回で受かられたと、いうことをね、多分多くの方が聞いてくださったら、はい、夢を感じて、よし、じゃあ、はい、次に続くぞと思っていただけると思います。はい、ね、今日はわざわざ高松本校までいらしていただいて、本当にご足労ありがとうございました。これ見てくださった方に絶対こう、はい、夢と、あれですね、頑張ろうっていう気を持っていただいたと思うので、はい、田中さんもこれからも、私と同じ司法書士としてですね、はい、ぜひ、品位を保持して、はい、ぜひあれですね、国民の権利を擁護するように、はい、頑張ってっていただきたいなと思います。はい、これからもね、点数に一喜一憂するんじゃなくて、まあ、依頼人と向き合って、ね、はい、同じ司法書士として、私も頑張っていこうと思いますので、はい、ぜひ同じ舞台で、ね、頑張って いきたいですね。はい、はい、今日は、本当に、お忙しい中、ね、お仕事をされた後いらしていただいたということで、本当にありがとうございました。いえ、すいません、こちらこそ、はい、どうもありがとうございました。はい、それではこれを見てくださっている方、今日はですね、運のクラスから令和4年の筆記試験司法書士一発合格をされました田中さんにお話を伺いました。ぜひ皆さんも働いてるからとかね、法学部じゃないからなどというふうにこう、思わずに、まあ、一歩チャレンジをね、していただきたい、踏み出していただきたいなと思います。そのために私たちレックは皆さん全力でサポートしてまいりますので、ぜひですね、お近くのレック等、受講相談等できる方、またはコールセンター等にですね、お問い合わせいただければと思います。それでは改めまして、田中さん、今日はありがとうございました。いや、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、では、はい、皆様ご清聴ありがとうございました。